星王子は日本の声楽家、音楽教育者。父は作曲家で音楽教諭の聖和男。福島県藍津若松市出身。福島県立藍津高等学校卒業。高校では合唱部に所属し、3年時に全日本合唱コンクールで全国優勝。その際に演奏された湯山小作曲、夕焼けの歌は名演奏として名高いが、 そのペノールソロを務めている。1984年、東京芸術大学音楽学部声学科卒業。1986年、東京芸術大学大学院オペラ科修了。渡辺孝之介、工場寺、高橋慶三、引田聖二郎に指示。1991年1月より1年間、アルドプロッティの下で、ベルギーの歌唱法と、 ベルカントオペラの発生法を学んだ。また、1996年12月より1年間、文化庁在外派遣芸術家として、フランココレルリの下で、テノール独特の発生、歌唱技術を学ぶとともに、当時リッカルド・ムーティの下で、スカラザのコレペティトーレであったダンテ・マッツオーラよりオペラ、歌唱法を学んだ。プロッティ、コレルリ漁師よりディプロマを授与される。在中は、 イタリア各地でコンサートに出演、本場の熱い絶賛を浴びた。帰国後、ロッシーにオテロのタイトルロールでデビュー、苦悩、ロメオとジュリエットロメオ、続いて数多くの歌劇で立て続きに主役を演じた。力強く輝きのあるリリコ・チェントラーレの美声と気品に満ちたジアジ豊かな演唱、スケールの大きいダイナミックな役作りに定評がある。 1999年の2機会公演、ワーグナー、タンホイザーと翌年の東京都民、オペラソサイエティ公演、ベルリー、オテロのタイトルロールで、その日本人離れした歌唱と演技が絶賛を集めた。コンサート活動では、オラトリオや第9のソリストとして定評があり、主要オーケストラや来日指揮者との共演も数多い。テレビ朝日系、題名のない音楽会、 土曜リサイタル、FM リサイタル等、放送分野でも活躍している。2020年4月1日現在東京音楽大学准教授、元東京芸術大学非常勤講師、日会会員、日異音楽協会会員。演奏歴は極めて多く、リサーチマップ及び昭和音楽大学オペラ情報センターに一覧が記録されている。ABCD 星王子をもっと知りたい方へ。星王子。2020年3月1日閲覧。ABCDEF。星王子。リサーチマップ。2020年3月1日閲覧。ABC。プロフィール。星王子。2020年3月1日閲覧。ABCDGPC の歌。愛の歌 CD ライナーノーツ。教員紹介。東京音楽大学。 2020年3月1日閲覧。受賞者一覧は、二郎オペラ賞の候を参賞、星洋二。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月1日閲覧。ありがとうございます。